JA 共済のお習字4年生の課題笑顔を書きます。笑うという字は少しバランスが取りにくいのですが、竹冠が大きくならないように気をつけて書きましょう。だいたいこの半分のところの間に収まるときれいにいきます。最後の払いはしっかり大きく書きます。はじめに大きくならないように気をつけて、竹冠の払い、斜めに上がります。真ん中までで収めて、少し内側に縦棒が短く入ります。これよりも高いところからもう一回払います。そしてこの延長上に斜め上に上がるようにして払います。この間をまた払って、そして横角を踏ん張ってこの端から端へ行きます。ちょっとここはみ出しましたが、そして真ん中から払います。これよりも下がらないように気をつけて、こっち側をしっかり大きくゆっくり払います。顔は横角がたくさんあるので、横角は細く詰めて、縦角を太くするとバランスが取れます。はじめの縦棒なんてすごく短く書いてください。そして少し斜め真ん中で止まります。これも小さく書いて大きすぎると書けなくなるよ。そして少し長めにして、ここも同じ長さで止まります。少し控えたところから払います。そして三作りは実は同じ方向を向くんじゃなくて、広がっているように書きます。一画目は、まあ、普通に書いたら同じところから今度は少し広がって下向いてきて、もう一つはさらに広がって、だんだん広がっていくという感じで、ここは揃っています。そして外側は横画が多いので気をつけましょう。ちょうどこの横に横角を書いたら、払いは小さくして、これを長くならないように太くまっすぐ、次は細くここで踏ん張って、また太くして隣よりも少し長めに、あと3本を同じ間隔で細く書いて、この縦角が飛び出すようにします。そしてまたこの下に払って止める。最後の下が揃うと綺麗です。名前は十分に書くところがあるので、元気に大きく書いてください。